当時は、当時って言っても、まあ、ちょっと前ですけど、うん、すっごいもう、うわぁ、わかんねえとか言いながらやってましたけど。すげえな。全然それは現場では見受けられなかったんですよね。感じでしたけど、うん、でもなんかこう改めて振り返ってみると、ああ、わざとだったのかなとか。そっかそっか。だから、オンエア見てても、いや、俺絶対自分がテストで持ってったやつが良かったと思うんだよな、みたいな。マジでマジで。俺も収録にいなかったからわかんなかったけど、いや、でも本編、見てたら、いや、だから、ちゃんとその、なんだ、育っていく過程というか、だから、彼が、だから、ちゃんとその、敵と、だから、向き合って、うん、で、そこで、一つ、混乱して、で、結局、仲間にぶったたかれて立ち上がっていく様が、本当にちゃんと一つのドラマチックな物語として見えたから、うんうん、だから、なんだろうな、やっぱり最後の、うわーって泣きながら謝るシーンとかも、こっちも一緒になって感情移入して、やっぱり見れたし。そうかそうかそうか、タスクくんはそうだもんね、オンエアで。すごく飯田に感情移入できたんですよね。そっか。うん。現場にいなくてオンエアで見た時に。そうそう、オンエアで見てたんで。いや、オンエアで見た人の感想はすごく大事ですよ。そうだよね。うん。だから今まさに多分リアルタイムというかそうだね。いや、マジリアルタイムで見てたんですけど。いや、ありがたい。